ロックアラウンドザ・クロックは1954年に発表されたアメリカのポピュラーソング。作詞、作曲、ジェームズ・ E ・マイヤーズ、マックス・ C ・フリードマン。デッカ9から29,124ロック、アラウンドザ・クロック1954年3月20日に、ソニー・デイヒズ・ナイツによって初めてレコーディングされ、同年5月15日に、 アメリカで発売されたビルヘリーヒズ・コメッツによるシングルレコードが大ヒットした。1952年10月23日、マックス・シー・フリードマンとジェームズ・イ、e ・マイヤーズの間で共同作曲の合意が交わされ、1953年3月31日、アメリカ議会図書館に著作権登録された。版権の所有者でもある、マイヤーズ、レーベルクレジットのジミー・デ・ナイト、 ジミー・リーク・ナイトは、メイヤーズの変名によって、この曲は、ビル・ヘイリーに提供されていたが、当時ビルが在籍していた、エセックス・レコードの経営者、デイブ・ミラーとマイヤーズの確執により録音は、見送られていた。ビル曰く、2年ほどポケットに入れて持ち歩いていた。1954年、デッカ・レコードへ移籍の際、ロックアラウンド・ザ・クロックを最初に録音することが、デッカのミルト・ゲーブラー。 ヘイリー、マイヤーズの間で約束された。ソニーデイ版ビル・ヘイリーと友人関係にあったソニーデイは当時のビルのマネージャー、ジャック・ハワードが所有するアーケードレコードから1954年3月にソニーデイヒズ・ナイツ名義で同曲をリリースする。ビル・ヘイリー版とソニーデイ版、この2つのレコードは一般的なオリジナル曲とカバーバージョンの関係とは異なり、 むしろ共作に近い。ピューテイヤ・テンプル・ NY 当時デッカは NY にあるピディアン・テンプル・スタジオで多数の録音を行っていた。通常のスタジオは壁に反射する音を防ぐためのパッドを重厚に詰め込み、いわゆるデッドルームな状態とするが、このスタジオは反響の強いライブな音響特性を持っていた。デッカレコードの A&R マン、ミルト・ゲーブラーは当時をこう語る。 コロンビアは30番街の教会で録音していたが、私たちはブラスや弦楽器の自然なエコーが得られる場所を探していた。ピディアンテンプルはホテルのボールルームのようなもので大きく高い天井とバルコニー、そしてステージがあった。全体のバランス調整ためにバルコニーにカーペットを敷きサウンドを殺し、部屋にリバーブを拾うマイクを設置、ビル以外のメンバーはフロアより約4フィート高い。 ステージに上げて録音を行った。こうすることで彼らは通常のライブ演奏のように相手を感じながら演奏することができ音響的にもステージの背後まで降りた天井がちょうど自然な角のような状態となって最高のサウンドを生み出した。ステージから6から8フィーっと離れた場所にいるビルはフロアからバンドを見上げる格好になった。ミルト・ゲーブラー。 ミルト・ガブラ1937年 NY にコモドは、レコードを設立、ビリー・ホリデー、ジェリー・ロール・モートンなどの歴史的録音を行う。1941年デッカイリ・シエアアールマンとして、数々のポップ、ジャズレコードの制作を手掛ける。1954年4月12日、ニューヨーク東70番街135ピディアン・テンプル・スタジオ、エンゲイ・ブラーのプロデュースの下、 午後2時15分録音が始まる。予定では午前11時スタートであったが、メンバーたちが NY へ移動の際、フェリーの運行トラブルにより、スタジオ入りが遅れたためこの時間となった。先にケーブラーが提供した、ィンウーマンが吹き込まれる。ロックアラウンドザ・クロックの録音の際、パートタイムのメンバーであったダニー・セドロンはこの楽曲を正確に把握しておらず、他のメンバーから、 ロック・ザ・ジョイントの時のソロを弾いたらどうかという提案を受け入れてソロパートを演奏した。ファーストテイクはビルのボーカルがバッキングノートにうずもれ NG テイク2が OK となり5時40分録音が終了した。ビルはレビリー・ウィリアムソン、チャーリー・ヒグラー、マーシャル・ライトルジョニー・グランデ1953-1954年5月15日、ビル・ヘイリー ヒズコメッツのデッカイ積最初のレコードとして発売された。それはデッカが毎月リリースする大量のレコードの中の1枚に過ぎなかった。ゲーブラーは語る。C&W、R&B ではなくロックンロールという言葉もなかった。通常のポップレコードの扱いでレーベルに記載される分類もフォックストロットだった。七万五千枚売り上げたが、 スマッシュヒットとは言えない。ところが2枚目のシェイクラトルロールが全米トップ10位の大ヒットになった時、ラジオ局に再度ロックアラウンドを送ったところ、両方ともに100万枚を売り上げた。そして最終的にロックアラウンドザ・クロックは2000万枚を記録することになった。1955年映画監督リチャード・ブルックスは戦後世代の少年飛行を扱った映画 暴力教室のテーマソングを探していた。出演者、グレン・フォードの息子、ピーター・フォードは、ロックアラウンドをブルックスに紹介、同映画の主題曲として採用される。発売当初この曲は、サーティン・ウーマンの B 面だったが、同年春に映画が公開されると、ロックアラウンド・ザ・クロックは、ビルボードチャートで7月9日から8月27日まで8週連続1位、R&B 部門3位。 年間総合チャート2位を記録する。また、この曲のヒットをきっかけに、世界的なロックンロールブームが起こる。ハンク・ウィリアムズ1951マイヤーズ、フリードマン版、ロック・アラウンド・ザ・クロックの原曲とされたものを一家に、整理する。例タイトルに関連が見られるが異曲とされるもの例化し、もしくはメロディに類似性があり、作曲にインスパイアを与えたとされるものしの、 作曲者が誰であるか不明である。ヘイリーの歴史家、クリス・ガードナーが1979年にマイヤーズに行ったインタビューに対し、私が指一本で演奏するピアノを聴いて、マックス・フリードマンが部屋に入り曲の完成を手伝いました。私はフリードマンに、ロックアラウンド・ザ・クロックはダンス・アラウンド・ザ・クロックよりも優れたタイトルであるとアドバイスしました。と語っている。 2000年7月のナショナルパブリックラジオに対するインタビューでガードナーはラトックの作曲について異なる意見があると語った。マイヤーズの作曲への関与を疑っている人が少なからずいます。フリードマンが何年も前に亡くなり自分自身のために語ることができなくなった今我々が真実を知ることはもうできないでしょう。コメッツのピアニストジョニー・グランデは NPR に フリードマンが曲を書いたとシンプルに語る。アラン・フリードは、チャック・ベリーのメーベリーンの共同作家として評価されているが、作曲への実際のインプットは一度もなかったと同じように、ディークナイトのクレジットは出版社の手配だったとも言う。さらに混乱に拍車をかけるのが、ヘンリー・フィラーなる人物がラトックを編曲したことを示す手書きの楽譜が存在する。メイヤーズ。 ディークナイトには全くクレジットされていない。フィラーが元のコンポジションに与える影響は全くわかっていない。ジェームズ・ E ・マイヤーズ・フィラデルフィア出身。幼少よりドラムを学ぶ。1933年、ジミー・デ・ナイトヒズ・ナイツ・オブ・リズム結成。1946年、カウボーイ・レコード、出版社、マイヤーズ・ミュージック設立、地元ミュージシャンの録音を行う。 1950年アスキャップ加入。ビル・ヘリーのデビューから成功まで重要な役割を果たす。作曲家として300の作品を書き、俳優、映画監督、文筆業などその経歴は多岐にわたる。去年82歳。マックス・シーフリード・ドマン・フィラデルフィア出身。作曲家、ラジオアナウンサー。音楽出版社スタッフとして1942年、アスキャップ加入。 スーシティスー、ハートブレーカー、T、リーブスなどのヒット曲を持つ。去年69歳。コメッツのメンバーが否定しているにもかかわらず、エセックスレコード在籍時のデモ録音の存在が噂される。ジョン・スウェンソンがヘイリーに行ったインタビューで、ラトックを録音しようと楽譜を持って、スタジオに行くが、デーブ・ミラーがそれを破り捨ててしまう。そんなことが3回ほどあった。その状況の中、 何らかの形でヘイリーはデモ録音に成功したとも言われている。1954年4月1日ビルヘイリーとデッカの契約交渉の席でマイヤーズはゲイブラーにラトックのデモレコードを聴かせている。時折中古市場にエセックスレコードのラトックが出回るが、デッカ録音をもとに1960年代以末に作られた海賊版である。 ロックンロールの最初で最大のヒット曲とされ、ギネスワールドレコーズの認定によれば、ビル・ヘイリーヒズ・コメッツのバージョンは、世界中で通算2500万枚を売り上げたとされる。アメリカングラフィティを含む40本の映画で使用され、1974年、TV ドラマ、ハッピーデイズの主題曲として、リバイバルヒットを記録。また、カバーソングとして32の言語、 500人以上のミュージシャンによって録音され、その累計販売数は2億枚に及ぶ。1982年グラミーホールオブフェーム受賞。ローリングストーン市選出、オールタイム、グレーテストソング500、159位。明快な12小節のブルース進行、バックビートのリズムという当時の R&B の基本要素を備えているが、演奏はまだジャズの色が抜けていない。しかし、 それが白人による黒人音楽の解釈融合という目新しい音楽ロックンロールでありアメリカの多数派である白人のリスナーを引きつける要因にもなった。なおロックアラウンドザ・クロックはロックンロールで最初の全米1位獲得曲と言われることがありそれに基づいて同楽曲がビルボードチャートで1位を記録した1955年7月9日以降を ロック時代としている例がある。しかし一部では、1954年にビルボード1位を獲得したクルーカッツの主文こそがロックンロールで最初の全米1位獲得曲であるとする見方もある。日本において、ロックアラウンドザ・クロックがロックンロールのルーツでロックンロールの語源ともなったと半ば定説のように語られていたことがあったが、前述の通りこの曲は、 最初のヒット曲であり、それ以前にもロックンドール自体は存在している。著作権登録から録音まで約1年であるが、原文をそのまま引用した AB1970 年、ロブ・フィニスが、ミルト・ガブラに対して行ったインタビューバルコニーは、室内のじ敷を指す、チャーリー・ヒグラーはコメッツ最初のドラマー。ツアー参加のみ、録音の記録はない。サックスが、バンド編入される。 以前の写真原文では5月10日発売となっているが、クリス・ガードナー氏作成のディスコグラフィーに基づいた。他に初仮説もあり。ありがとうございます。